釣り島バイル東池袋です。今日はアーコスセブンティインターネットタブレットをご紹介します。サイズ的には右側にあるギャラクシータブと同じくらいです。軽さは持った感じは3割ぐらい軽くて、薄さは半分ぐらいな感じですね。若干外寸は長いような感じですけども、非常に薄くて軽いです。で、後ろにこういうようなスタンドがついてます。現在バージョンが2.2になってますんで、地図とか、あとマーケットですね。あと、プライス。まあ、非常に軽いのと、OS の作り込みが、まあ、日本語ロムが作られているので、まあ、結構いいんじゃないかと思います。あと、スカイプに相当するオリジナルのものは、フリングが入ってます。メニューはこんな感じですね。それと、あとはシステムモニターっていうのがありますね。あとはビデオと写真を上げるシステムがあります。左下は、まあ、テレビ出力です。まあこういった感じで、サイズ的にはほぼギャラクシータブと重なって1センチぐらい上かなという感じですけども、非常に HDA が入ってて、テレビ出力、HDMI 出力があるなど、非常に面白いんじゃないかと思います。次回は101の方をご紹介します。